さて、ゴードの大将の首を取ろうぜ。お前の親父より先にやっちまえば村の英雄だぞ。さあ行くぜ。俺はボグスだ。今はしがないキコリだが、そのうちによゾルバ王の軍に従軍して大手柄を立ててやるぜ。しかし、お前の親父が率いると軍の強さが桁違いな。ゴードの大将はどこ。すぎるぞ。強くならねば。しようぜ。私はメラ。多くの魔術師は珍しいけど、実力はお墨付きよ。面白い。
よくわからないけど向こうに落ちたわ。行くぞ。しまったぜ。消えちまった。どうなっているの？ガルドメ
神のお怒りか、地獄からの使者なのか、皆目見当がつかんな。ザハ、大丈夫？見損なうな。これぐらいの傷、どうということはない。さて、お前に話がある。白帝の祠に置いた、俺のキャラバンを、お前に譲る。そして、首都へ、ドガの要塞に向かうがいい。すげえな、ドガの要塞かよ。最高級の武器が手に入るはずだぜ。頼んだぞ。